八重瀬岳は沖縄県島尻郡八重瀬町に位置する標高163メートルの山。道庁の最高峰で町名の由来となった地で北側は旧街をなす。沖縄戦では日本軍最後の防衛線が設定され、またアメリカ軍は八重瀬岳をビッグアップルと呼んだ。頂上に自衛隊基地が置かれ中腹に整備された公園は桜の名所として知られる。 沖縄本島南部、最高標高が163メートルの大地の北端にある。沖縄県島尻郡八重瀬町の中央に位置し、道町の最高峰であり、また町名の由来となった山である。元は、小鎮田町の大技である、富森と余命城に属していた。八重瀬岳と西方の与座岳を含む一帯は、石灰岩大地で北にある断層により、 北側は旧街、南側は緩やかな斜面をなす、経道地界である。北方は平地が比較的広がり、南斜面に小球状の石灰岩が並んでいる。地質は、新第3期の霊岩を構成する島尻層を基盤と、し、その上部に第4期の琉球石灰岩が多い、外下に両層の不正光面が確認できる。頂上部に松が繁茂していたという。 八重瀬岳付近より南方一帯は沖縄戦石国定公園に指定されている。方言で英字滝といい中山電神毒には八頭岳と記載され、琉球国由来期には八重瀬岳後、イビとある。また富森には上の五唄木と下の三唄木が存在していたと伝わり、前者の唄木は八重瀬岳の窪地にあったという。富森の石堀王子氏 八重瀬岳に向かって設置されている。八重瀬岳北側の中原に八重瀬グスクがあり、標高約110メートルに位置する。面積は約4200平方メートルで、本殿跡、倉あたり、物件台跡と呼ばれる場所がある。本殿跡の周囲を L 字状に石垣が野面積みで築かれ、また、倉あたりは本殿跡より高所に存在し、岩山の物件台跡から、 東、品海を遠望できる。1976年の調査では、ぐすく入り口近くに門関、倉あたりに掘った手柱建物の跡が発見され、明治時代の政治や白寺、他に、銀貨やガラス玉も出土した。ぐすく時代末期に、古ンダ一円を支配した八重瀬アジの居城とされ、また、大江紫が築いたとも伝えられ、さらに第一直し、昭和史の四 男が、八重瀬アジとして居城していたと言われる。富森の石堀王子氏は、富森集落の外れにあり、石製の獅子が八重瀬だけに向かって設置されている。九尾によると、富森では、火災が多く発生し、久米村の風水師に見てもらうと、八重瀬だけは火をもたらすので、被害者として獅子を八重瀬だけに向けて立たせるようにと告げた。村人は教えに従っておくと、火事は起きなくなったという。 沖縄各地にも同じ目的で作成された詩は存在するが、全長約1.8メートル、高さ約1.4メートル、1689年に設置された当時詩は、現存するもので最大かつ最古である。1974年12月2日に、沖縄県指定文化財に指定された。第2直しの直育王は、沖縄本島南部を巡視した際、八重瀬岳に登り、 周囲を見渡せる景色を称えた竜花が、いかに残されている。八重瀬見下しの野山打ち続き空にな引きゆるらの、霞大尉、八重瀬岳から見下ろすと、四方に野や山が打ち続き、空には一村狩りの霞がたな引いて、のどかな景色だ。なお幾王、竜花全集初秋詳細は八重瀬岳の戦いを、三照八重瀬岳へ進むアメリカ軍兵士1945年の、 沖縄戦における戦闘では、首里から撤退した日本軍の最後の防衛戦であった。八重瀬岳と与座岳の断崖は、日本軍にとって防衛の用地であり、また、アメリカ軍はそびえ立つ山陽から、ビッグアップルと呼んだ。5月下旬、日本軍の第32軍は、首里から、本当南端のマブニに司令部を移転、6月上旬には防衛戦を八重瀬岳を主に、 串士神から国吉戦線まで気づき、独立根性第44旅団が陣を構えていた。アメリカ軍の第24陸軍は6月4日より攻撃陣地の確保を行い、戦闘ではある限りの火器が用意され、火炎放射戦車、自走砲、さらに 57mm または 75mm 無反動砲も使用された。それに対し、独立根性第44旅団は、 様々な兵種の兵士で構成され、連度は低く、装備も不足していた。6月9日に攻撃が本格的に開始され、同月14日にアメリカ軍の第381不評連隊により、八重瀬岳長城が占領された。八重瀬岳に所在した第24師団第1野戦病院に沖縄県立第二高等女学校の従軍学徒看護隊が、 配属された。1945年3月末までの看護、教育機関が設けられていたが、3月23日にアメリカ軍が上陸を見据えた攻撃を開始したため、その日に動員され、当初は弊社で患者の看護を行っていた。しかし、アメリカ軍の攻撃が激しくなり、野営生だけ中腹を掘って作られた、壕内に野戦病院が移転した。患者約500人が、 収容可能であったが、次第に負傷した兵士で満員となったため、分院が開設された。6月4日、戦況悪化により、野戦病院の解散命令が告げられ、一部の学徒隊は、後の糸満市国基地に移動し、当地の郷にある野戦病院で、負傷兵の看護に従事した。除隊した9人を除く、白梅学徒隊46人のうち、 沖縄戦で17人が死亡した。1955年、アメリカ軍による八重瀬岳の軍用地接収に伴う測量実施の旨が当時のコチンダ村へ通達された。宇多きや廃所が点在する八重瀬岳は、富森の住民にとって神聖な場所であり、接収に反対したが、1957年に測量は、完了、土地所有者に、 軍用地として占有することが通告された。1973年、国馬組が八重瀬岳一帯にゴルフ場を建設するにあたって、小鎮田村との間で協定書を取り交わした。1981年に八重瀬公園が完成した。2005年2月7日、小ン田町、串上村合併協議会は合併後の町名を、八重瀬岳にちなんだ、八重瀬町と決定した。 応募総数662点から選定されたが、理由として八重瀬だけは、沖縄本島南部のシンボル的存在であり、また領町村にとって身近で、知名度が高いことが挙げられた。翌年の2006年1月1日に、領町村は、八重瀬町として合併した。2018年現在、当地には自衛隊基地のほか、周辺に農地やゴルフ場が立地し、付近の道路は、 沖縄県道15号線と52号線に指定されている。八重瀬公園八重瀬竹北川の崖下に位置し、八重瀬グスクを公園として整備した。1978年、公園整備に伴うグスクの発掘調査が先行され、1981年に完成した。眺望はよく、首里まで望むことができる。約900本の寒飛桜が植えられ、 沖縄本島北部より地の2週間遅く開花する。八重瀬、桜祭りが毎年1月下旬から2月上旬にかけて開催され、本島南部の桜の名所となっている。陸上自衛隊那覇中屯地に属し、八重瀬岳頂上に位置する。アメリカ軍のヨザ岳第二陸軍補助施設として使用され、1973年から翌年にかけて返還され、 1973年に与座分屯地として設置されたが、2006年に八重瀬分屯地に名称が変更された。付近には、同駐屯地の南与座校舎教育訓練場があり、また航空自衛隊に所属する与座岳分屯基地の受信所が八重瀬岳に設けられている。ありがとうございます。